争いは憎しみしか生まれない。これ以上の戦いは無意味。無意味だと？光と闇は戦い、憎しみあってこそ互いの存在意義を持つことができる。ティガ、貴様ら光の存在、戦う運命からは逃れられんのだ。変えてみせるさ、運命を、未来を。それが超古代文明を滅ぼした過去への償いか。何だと？お前のことを調べた。かつてお前は世界を闇へと落とし入れた。だがお前は光を手に入れた。仲間をその手にかけ、自分だけ生き残ろうとした。確かに私は仲間をこの手にかけ光を手にした。だがそれは生き残るためではなく、誰もが争わず生きていける世界を築くため。そのためなら私は命を惜しまない。光だけが世界を変えることができるというのなら、俺はその光で世界を滅ぼしてやる。どういう意味だ？光が世界を滅ぼすだと。生き物にはそれぞれ住む世界があった。ああ、だけどこのカブトムシ
森に返すのはちょっと。ねえ、やっぱり変だよ、このカブトムシ。え？何か？大きすぎるの。普通のカブトムシがこんなに大きくなるわけないし、まだまだ成長して大きくなんだろう。あ、もしかしてこれ怪獣なんじゃない？変なこと言わないでよ、怖くなっちゃうよ。ねえ、一度ウルトラ戦士に見てもらおうよ。ウルトラ戦士なら怪獣か怪獣じゃないか分かると思うし。間違いないですね。私たちが森に放ってたやつですよ。あんなに大きくなるもんなんだな。じゃあ、あのクワガタムシも地球の光を吸い取ってあんな風に。地球で何をしている？宇宙人が地球ですることはただ一つ、刺激しか出てるが。そうか、だったら容赦はしない。はっ、嘘ですよ。ちょっと地球観光に来ただけだな。そうですよ。別にある方の命令で動いてなんかいないですよ。お前バカ、詳しく言い過ぎなんだよ。やはりそうか。で、何を命じられた？だな、それは簡単に喋るわけねえだろ。いいか、こっちは二人、お前は一人、数的にはこっちが有利なんだ。おい、行くぞ。お前たちが知っていることをすべて話し、早々と地球から立ち去れ。私たちは地球の光を吸い取り成長する昆虫怪獣カブトムシやクワガタを地上に放つように命令されました。地球の光を吸い取り成長するだ。世界中で突然起こる地震や竜巻はそのせいだ。あのお方が言うには、地球は自らの光で地球を滅ぼす。光では世界を救えないことを証明するんだとよ。奴は今どこに？ガイアやアグルと戦っているかも。地球の光が弱っている、今がチャンスとか言ってましたから。あいつら地球生まれの地球育ちのウルトラ戦士だろ。だいぶ弱ってんじゃないかな。さあ、これで全部話したからな。約束は守ってもらうぞ。待て、まだ一つ聞いていないことがある。なんだよ、もう全部話した。これは本当だ。この計画が成功したときに、お前たちの報酬は地球の3分の2をくれるんだとよ。本当かどうかは知らないがな。違いますよ、3分の1です。うるせえな。とりあえずもらえがそれでいいだろうが。やはり地球から立ち去る気はないようだな。もうしもっと。
どこにもいないね、ウルトラマン。そうだね、きっと地球の平和を守るためにパトロールしてくれてるのよ。今度は向こう探してみよう。宇宙人、もうそんなに成長しているのか。え、このカブトムシのことを知ってるの？知ってるも何も、それは俺のだ。地球の光を吸い取り成長を続ける昆虫怪獣といったところか。地球の光を吸い取る昆虫怪獣？違うよ、これは僕のカブトムシだ。怪獣なんかじゃない、僕が一生懸命育てたから大きくなったんだ。確かに元の大きさはそこら辺にいるカブトムシと同じだったな。だがそいつはまだまだでかくなる。そして怪獣と同じように本能のままに暴れ出し地球を破壊するのだ。嘘だ、そんなの嘘に決まってる。お前は今怪獣を育てている。話を全部聞かせてもらった。君、そのカブトムシを持ってここを離れるんだ。そうはいかない、その昆虫怪獣がもうじき覚醒する。貴様らごときに邪魔はさせんぞ。クワガタだ。これが覚醒した昆虫怪獣の真の姿。地球の光より生まれた地上最強の怪獣。お前たちではこの怪獣を倒すことはできない。さあその昆虫怪獣を渡してもらおう。早く逃げるんだ。まずはこいつを。ウルトラマンガイアとウルトラマンアゼルが力を合わせて戦う。私たちは大きな島で応援しなくちゃ。せーの、せーの。まさか吸収したのか。どうかそういう話、逆に奴をパワーアップさせてしまった。僕たちとは相性が悪すぎる。俺たちでは倒せない、奴の言った通りだ。ガイ、こいつは俺が食い止める。お前は奴を追え。でもこいつは僕たちの光を。このカブトムシが覚醒したらどうすることがなくなるんだ。そうなる前に行け、ダイヤ。分かった、アグリ、頼む。なるほど、
俺とガリアの光を一気に吸収したことで成長がついていけないのか。ならば俺の光が尽きるのが先か、お前の体が壊れるのが先か。
様は光が正しいというのか。私は信じている。光は、光こそがこの世界を救う唯一の希望だと。私たちもウルトラ戦士を信じてる。みんなの希望の光をウルトラ戦士に届けよう。大きな声でウルトラ男性、せーの、みんなお願い、もっと大きな光を、せーの。何度立ち上がろうとも同じことを。アグル、ああ、ここにいる人々の光に救われた。なぜだ、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 なぜお前たちはそうやって勝ち目のない戦いに挑もうとする。守りたいからだ。この世界、人々を、かけがえのない仲間を。そのために俺たちはここに立っている。いいだろう。だったら守ってみせろ。守れるものならばやれ。そうだった、お前はカブトムシにやられるんだったな。やれ、そいつを殺せ。もうやめて。僕だよ、わかる？わかるわけないだろ。そいつは本能のままに暴れ、破壊を繰り返す化け物だ。化け物なんかじゃない。一生懸命育てたカブトムシ、ずっと一緒だったよね。お願い、思い出して。たった一人の少年の心が
この世界を救ったんだ。つらかったね。君はよく頑張った。最後に何を話してた？見てごらん。会場の子供たちよ、今日あの少年が起こした奇跡を忘れないでほしい。君たちの心の中にも光があり、いつかあの少年のようにこの世界を救う時が必ずやってくる。共に守ろう、この世界の平和を。